はい、こんばんは。ただいまですね、19時11分ということで、今日もですね、会社で働いてですね、今帰宅中なんですけれども、今日はですね、ちょっと温泉についてお話ししたいと思います。で、温泉、私ちょっと経歴話させてもらうと、温泉マニアになってですね、もう20年ぐらい経って、途中温泉観光士なんていう資格をですね取りまして、それでちゃんと温泉のことも勉強して、温泉、もう毎週のように温泉帰って、ほぼ毎週必ずどっか温泉入って、で長い休みになればね、東北行ったり九州行ったり、北海道の温泉も入りましたし、もう大抵の温泉は入ってるっていうような、一応そういう経歴を持った上でお話をしたいと思いますけれども、ツイッターでもね上げたんですけれども、温泉の豆知識ということでお伝えしたいなと思いましてですね、ちょっとずつこう皆さんに、ただ温泉入るだけじゃなくて、そういうなんか温泉の知識を持って入ってもらえたらまたいいのかなと思って、ちょっとお話ししたいと思います。今日は成分分析表の湧出量についてですね。で、そもそも成分分析表って皆さんご存知ですかね。温泉行くと温泉の成分の分析表っていうのは大体脱衣所に飾られています。で、そこいろいろね、温泉のデータが、分析結果が載ってまして、どんな成分なのかとか、どんな性質なのかとかですね、また効能とかにもついてもね書いてありますけれども、効能を見るっていう人は結構多いのかなと思うんですけど、効能じゃなくて分析結果の方を見てね、この温泉はどんな温泉なのかっていうのが分かるとですね、すごく、楽しいし、入る前に分析表を見て、こういう温泉だなって思って入って、ほらね、やっぱりそうだとか、あ、そう、こういう分析だとこういうユーザーになるんだなとかね、そういう新たな発見があったりとかしてですね、面白いので、ぜひね、温泉好きな方は成分分析表を見た上で入るっていうのを習慣づけしてもらいたいなと思ってですね、ちょっとこうお話しします。ちょっと前置き長くなりましたけれども、で、今日はその成分分析表、いろいろなことが書いてあるんですけれども、湧出量についてということでお話ししたいと思います。湧出量っていうのはあれですね、1分間にどのくらいの温泉が出ているか、で、自噴だったり動力だったりとかしてですね、まあ大体動力が多いんですけれども、1分間にどのくらい汲み上げているかっていうことがね書かれています。まれに書かれてないのもありますけれども、自然湧出とかで分かんないとかっていうのもあったりとかして、まあいろいろなんですけど大体書かれています。で、その中でポイントとなるのがですね、源泉かけ流しで管理されているお湯の場合、温泉の場合ですね、湧出量が300ml、 1分間に 300ml 以上ないとですね、源泉かけ流しで1日中きれいなお湯を管理するっていうのがね、私の入った、経験値から言ってちょっと難しいのかなっていうふうに感じています。で、その300リットルよりも多い場合はですね、源泉かけ流し、ある程度広い浴槽、例えば内湯が2個と露天風呂1個で男女それぞれにあるみたいなところでも、それなりに源泉かけ流しでね、お湯の鮮度っていうのは管理できるんですけれども、例えば、湧出量が100リットル、1分間に100リットルとかで、で、内湯2個、露天1個、男女にそれぞれあるなんていうところは、もうまず管理はできないですね。で、そもそも湯の温度も保てないんで、なかなか源泉かけ流しでそれを管理できてる温泉というのはすごく限られてくると思うんですけど、まれに、それでも源泉かけ流しですなんて歌ってるところがあったりとかして、湧出量が少ない場合ですね、お客さんが多いとね、お湯が腐るんですね。お湯が腐るというのは、そんなわからないかもしれないですけど、まず臭いです。匂いがね、ため置きしたお風呂みたいな匂いになっちゃうんですよね。で、たまにそういう風な状態のところがあって、特に夕方とか夜とか行くとですね、源泉かけ流しで管理が、下手くそなところなんかはお湯が腐っちゃってますね。まあお湯が腐ってると、なんか危ない菌がいるとかとまた別問題なんで、まあ、そこは心配する必要はまた別にあるのかなと思うんですけどね。ということで、いい源泉かけ流しの
お湯に入りたければですね、湧出量が1分間に300リットル以上、そういう温泉施設を探して源泉かけ流しのお湯、いい温泉に入るっていうふうなことを考えるとですね、まずあんまり失敗することはないかなと思います。で、例えば源泉の、その湧出量が300いってなくても150とか100とかでも、例えば湯船ここだけが源泉ですとかっていうふうな管理をしているところは素晴らしい管理でですね、その温泉を大切にしている管理ということで、そういう、例えば湧出150リットルぐらいで、3、4人ぐらい入れるような湯船1個だけ源泉かけ流ししてます、あとは循環ですなんていう風な管理をしているところは、それはそれで素晴らしい温泉で、そのぐらいの、大きさであれば源泉かけ流し管理できているところが多いです。でこれはいろんなデータに基づいてというよりもですね、20年間いろんな温泉に入って私なりの感覚的に、感じてるとこなので、ある意味統計学ではないのでですね、300リットル以上の温泉は源泉かけ流しでもいい管理ができてますよということで、結構体感してるところがあるので信憑性があるのかなというふうに思ってますし、私もいつもその入る前とかインターネットで調べた時に源泉かけ流しの温泉で湧出量が300リットル以上だとかなり期待して温泉入りに行って裏切られたことはありません。ということで、ざっと話しましたけど、まとめますと、源泉かけ流しの温泉に行くのであれば湧出量が300リットル以上あるかどうか、ここがポイントです。ここをポイントにいい温泉を探してもらうと、素晴らしい温泉に出会えると思います。でまたちょっと不定期でですね、こういう話を YouTube にアップしていきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録をしていただいて、また見ていただければと思います。ではありがとうございました。バイバイ。